はい、本日はクレセントロールを作っていきたいと思います。まあ、そんなにね、多くは作らないんですけど、2本分ぐらい、だいたい1個 100g ぐらいで作っていきたいと思います。今日まず材料の説明ですね。小麦粉は準強力粉リスドールを使ってちょっと軽さを出したいかなと思います。これが 115g ですね。あとはきび砂糖が 4.6、まあ、ベーカーズパーセントでいうとちょっとだけ普通のものよりか少し甘めの 4% です。まあ普通のパンだったらもっと入るんですけどね、クレセントロールという意味合いではちょっと多めかもしれません。イーストは 1.8 ですね。あ、イーストはすいません、 1% です。塩は 1.8% で、スキンミルクと塩と、イースト、そして、バター、バターもほんのちょっとですね。バターも 4% しか入れません。あとはこちらに、水と卵、全卵ですね、合わせたやつをいきます。まあベーカーズパーセントというか使った分量はまた後で、そちら、後でこの辺に書いてありますのでね、それを見ていただければと思います。それではですね、まずはね、この材料を混ぜちゃいます。手ごねでいきますね。で、茶色いイーストマンタッサーと塩とかね、全部バラバラに入ったら、それで水を入れます。で、卵とも合わせちゃってるんですけど、卵はね、全部一気に落ちないかもしれませんで、こういうのはね、一旦切ったら逆さまにして台の上に置いておきます。で、次に今度水を吸わせるっていう作業、カードとボールを上で合わせるように、こんな風にぐるぐる回しながらですね、この時ここの、カードの先ちょっと壁をこう押し付けるように、きれいにもう拭き取るような感じでやっていく。たまにカードを前後に動かして切り混ぜるような形で、まずどんどん水を吸わせていきます。グッと押してもここで綺麗になってますよね。水分量はですね、水が63の全卵が 5%で、全体として60、そうですね、67ぐらい入れたかな、水分ですね。はい、こんな風にね、綺麗ですね。まあ、一応綺麗なんですけど、もう一枚の感じ綺麗ですね。こういうところでロスがないようにするっていうのが大事です。で、こうやって逆さめにしたんで、こういう風に少し残ってます、落ちてきてますんで、これも全部入れちゃいます。まだバターは入れません。これからね、こねてグルテンを作っていきたいと思います。基本的にこね方は手前に持ってきて、手のね、利き手のここを使って上から斜め下にぐっと大きく伸ばしていくっていう感じです。時間は3分で十分です。これから3分測っていきたいと思いますので見ててください。で、片手でゴロゴロ転がすようなね、こういう風にやったりとか、ゴシゴシというのはなしで、上からギューっと、その時にパンよりも頭を前にしてっていう形がいいと思います。じゃあちょっとスタートします。押さえて上からギューっと、まあ、多少ね、卵が入るとこねにくいんですよね。べったり感が、まあ 5% しか入れてませんので、まあ、私が期待してるのはちょっとね、やっぱりふんわり軽く仕上げたいなっていうことで、ちょっと入れさせてもらってます。スピムはなんとなくコクを出してみたいかなっていったところですね。上からぎゅーっと 4,5 回やったら向きを変えてください。手についてますけど、いちいち取らなくていいです。このままぎゅーっと、まあ、目安として1秒に1回ぐらいぎゅっぎゅっという感じで、でパンよりもちょっと頭を前にして、重心を前にすれば力いらないです。ある意味パンに寄りかかってしまうような形でこねてしまえばいいです。手についてもね、まだグルテンができてないんで手についてるんで、できてくれば小麦同士のつながりの方が強くなるんで、ある程度剥がれてくるんでね、それまではこねていきましょう、ね、向きを変えないとこねられないところが出てくるんでね。例えば、ね、これこねてないね、だから向きを変えてと。今1分半ですね。まだ1分半だとグルテンは弱い感じですね。けど元々は軽めにしたいということであれば、まああるんで、リスドールっていうタンパク質量ちょっと少ないね、よくフランスパンクロワッサンとに使うやつにしたんですけど、ってことはこねてしまうとグルテンもいっぱいできてね、リスドールを使った意味合いもなくなってしまうので、本当にグルテン作りとしては3分でおしまいでいいんじゃないかなと思います。さあ、あと40秒ぐらいですね。6、5、4、3、2、1、0、はい、これで一応グルテンはおしまいです。さあ、今度ね、ここにバター入れていきます。まあ状況的にはこんな感じでね、伸びるよという感じですね。バターもね、4% しか入らないんで、もう少ないです。まあ馴染む、最初一旦バラバラになりますけど、量が少なくてそんなに
ひどい状況にはならないと思いますが、まあ、クレセントロール成形の時に生地をよく伸ばすっていうことがあります、ね、伸ばすってことはやっぱり伸びのあるパン生地にしておきたいんで、バターは入れさせてもらってますが、極力まあギリギリですね、シンプルな味にもしたいんでと言ってもね、コクを出したいとかスキム入れたいとかね、いろいろやっておりますが、まあ、メインは一番の抑えどころは軽くサクッとしたものにしたいよっていう意味合いでの配合にしてます。まあバター少ないんですごく入りいいですね、早いですね。1分ちょっとやったらだいぶまとまってきました。まああんまり柔らかすぎてもさっき言った成形も大変なんでね、66、7っていうのはちょっともしかしたらクレセントロールにしては多いかもしれませんが、やっぱり成形のところを伸ばしたいっていうのがどうしてもね頭に残るとちょっと多くなってしまいますね。さあこれでもうすぐ2分ですね。はい、これで2分、おしまいです。3分こねてグルテン作ってバターを入れて今2分、全部で5分で、生地作りはこれで、手についてるのね、しっかりこうやってカードで取ってください。ロスは少なくする。ここね、閉じてる6回で、ここには全然入ってないっていう感じですね。ここ言ってみましょう。指の間、ここね。ここに開いたままやっちゃうとね、手にいっぱいついちゃう。最後こうやってね、こすっていただいて、困りませんよね。っていうのも全部ね、あと台に広がってるやつも全部、止めてもらう。で一応叩きますね。軽くでいいと思います。もうねしっかりしてるんで、こう拾ったら最初からこう数回叩いて奥に返して手をかけて持ってくる。やっちゃいけないのはこういうやつね。裏見えちゃった。戻してあげて。なったらね戻してあげて。横から見るか。奥に返して手前。爪がつきっぱなし。ギュッ。こんな感じでできました。一応重さ測っときますか。まあ、205ありますね。でこれで、発酵ですね。発酵は室温で、そうですね、多分今日のあったかさだと35分から40分ぐらいでいっちゃうかなと思います。今ね、この下、ここの丸よりかちょっとちっちゃいぐらいですね。じゃあ発酵に行きます。はい、今ね33分ぐらい経ちました。今このくらいまで発酵してます。さっきのねちっちゃいやつもちょっと全体的に 2.5 倍ぐらいかな。で、半分にします。あ、いいね。丸めますね。かぶせて、まあ、100g もあるとね、この回すよりかは本当は下ろして90度変えてっていった方がいいかもしれませんが、まあ一応できるわけで、このあとこれを三角形に、まあ、ある程度伸ばしてからやっていくんで、ベンチタイムもですね、できればちょっと雫型っぽくベンチタイムを取っておいて、三角形っぽくしといてね。で緩ませた方がいいじゃないですか。次やることを考えて休ませる。こんな感じにしておくといいよね。ベンチタイム、そうですね、10分ぐらいかな。ベンチタイム取ります。はい、じゃあもう一つね、最初から三角形を作って、ね、で幅が必要だと思うんですよね。貼り付けていきます。
こんなに飲みますね。で、火を回します。これが端っこの、うん、私ここで最後逃してもいいんじゃないかな。発酵終わりました。まあ、角プレゼント自体は基本的に三日月っていう意味合いらしいんですけどね、まあ、角みたいにという感じがいいと思います。で、一つは塩、一つは胡椒。それで、スチーム入れて220度で、13分ぐらいかな、いきます。塩を